美味しそう。いやいただきます。いや、うわ、チャレンジ王者チャンネル、結局2匹釣れたので1匹 JSR 逃がしてあげて、これが鈴木のね、もう1匹の刺身、美味しそう。いや、ガチの刺身、皮も引いてるぜ、カモン。さあ、それにかけるわ、セイユソイソースソイソース、いきます。ヒェア、いや、ちょ、ほんと食べるよ。イェア、いきます。いただきます。イェア、うわ、うまい、油やば最近ちょっとうまくないですか、うん、髪型すごい。あれちょっと醤油かけましょう。え、普通にうまいわ。そう、釣れたてやもん。新鮮すぎて怖いわ。どうですか最近なんか JSY の調理スキルが上がりすぎて、そうすね、動画として面白くなくなりつつあるんですけど、うまうまい、うん、あ、ガリっつった今。おげい、何今の割りは。骨です。骨子食べてー、ヒーボーン、うますぎ、完食完食、完膜いただきました、ありがとうございます。うまうまい、うん、もう一回、なんで一匹逃がしたいんや。カモン、食ったわ。大きくなって戻ってきてね。イエス、カモン。じゃあ最後に王者のラスト釣り。王者さん、マジで最後の一投が今日20回ぐらいあるんですけど、やめてもらっていいですか。20回どころじゃない、最後の一投、今日100回やってる。ていうかね、皆さんもう2時なんですよ、今寒い。ちなみにレンタカー返す時間3時です。いや、延滞料金、カモーン、寒い、さすがに12月の夜中の2時寒いよ。じゃ最後お願いします。これ、これガチガチラスト。いいや、カモーン、うまっ。小田さん、めっちゃうまいっす、今。さて、釣れるか。ボーツ、 BOZE、 ボーツ。釣り楽しい。もう次電球やろ。釣り楽しい。豊洲の夜釣り、続きをするためにはこのポイントで電球機。いいや。超いるもん。いや、ジェイサイさん。超いるじゃん。釣りパラポイント、いや、もう魚影がいっぱい映ってる。めっちゃ続き映ってる。これクソでかくない？これでかくない？ああ、やる？マジで？ちょっとやろうか。延滞加工になります。うわ、めっちゃいる。もう延滞加工でやろうよやろう。こ、見た、今見ました、見ました。60センチぐらいあったよ。え、王者と JSY、 まさかの延長戦してます。なぜなら魚影が見えたから。今60ぐらいのバンバン見ましたね。やりたくなるわ。ただ王者はルアー3つ全部なくした。ここ引っかかりやすいから気をつけろね。あっち、あっち行ったから、あっちもいる？あ、いた、いた。慣れてるよね、ちょっと。さっきの60ぐらいのめっちゃ釣りかかった。あれあれあれ、違うか。あの奥になんかいそうなんだよね、あれ。あそこ、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 そ
あれはやばいですね。主でしたね。いないね。もうダメだ。諦めよ。ラスト1キャスさん60センチのことやったもんじゃん。そっちピュー。だっけ。最後壁か。あぶねえ。怖え。何引っかかってんだよ。これラスト、これラスト。あ、いるいる。本当に逃げたね。いたね、今。いるけど逃げる。だ、やっぱり遠くからキャストしてじゃない。うわ、それ引っかかるパターンじゃない。危ねえな。確かこの辺だったね。ここね。ああ。朝までやると逆に。朝までやるし、ここで電球機当たる。ああそうだね。ここで電球機だわ。あの60つろうよ。あれこそ主だよ。あんなクソジジイが主なきゃねえし。言ったとこ全く釣れへんやん。嘘つき。チーチー。ダメですね。疲れ。総括。無理な時は無理。いい。諦めろや。もうさっきラスト言うとね。まぶしい。いえ、王女さんお疲れ様でした。楽しい。だろうな、2匹も釣れたやつはな。楽しい。行っちゃう。イエーイ。イエーじゃね。今日ね、2時間ぐらいで帰るって言ってたんですが、今2時48分。5時間釣りしてたぜ。レンタカーの返却時間30。イエーもう間に合わない。ふざけんなよ。どんだけ釣り楽しんでたんだよ。豊洲3時に出て新宿に3時に着くわけない。だからさ、0時には帰ろうとか話してたのにさ。いやだ、王者さんが最後の1等とか言って30等ぐらいやったじゃないですか。いやいやいや、 JS1 になってたから。 JS1 結果出す。いや電気浮きやってたやん。俺もあれやってたら釣れてたもん。 NO。 あなたは NO。 いやいや、だってあのスパイラル、あのえなんだっけ、キャスト、スパイラルキャストもマスターさせ、魚影がね見えてるとこも行ったんだけどね。だって最後60センチぐらいいったじゃん、でっかいの。あれ60センチ、魚影で完全に60センチですね。くー、大田さんもう今日12月のもう何日とかですけど、年内もう一回行きましょうね。もう一回行くしかない。これリベンジ。え、次はルアーすか。どっちもやるかな。今日でも僕があげた3つのミノを全部なくしましたよね。ロスト、ロストマン。でかっ、3つもなくしたの。あれだけで5000円。やばいんだけど。青い染め10パック買えます。泣く、それ泣く。王者さん、王者さん、オイルこすったね。こすってオイル外れちゃったじゃん。王者さん、せっかく今日往復めっちゃいい運転してたのに。
ホイール外れていく。せっかく今日素晴らしい運転で来てたのに、もう4時の池袋ヒール、相当間違ってる。いいや、これから4時だけどブレックファースト、カモン。